皆さん、こんにちは。黒っぱらです。今日は静岡駅に来ています。この静岡エリアでは、通勤時間帯に乗車券にわずかな追加料金だけを支払えば、まるで特急のような列車に乗車できます。今、やってきた列車が、その列車です。ホームライナーです。今回はそのホームライナーのうち、沼津まで行くホームライナー沼津を利用したいと思います。先ほど特急みたいな列車とお伝えしましたが、車両は普段は特急で走っている車両そのものです。昼間に特急として走っていた列車をそのままホームライナーとして使用しているようです。もちろん特急料金は不要ですが、330円のライナー券が必要です。沼津までの区間は清水と富士しか止まらず、それ以外は通過するので、本当に特急のような雰囲気です。停車駅は清水、富士、沼津です。この列車は全車禁煙車です。お願いいたします。この列車は18時ちょうど発、ホームライナー沼津4号沼津行きです。この列車を利用には乗車券のほかに330円の乗車整理券が必要です。停車行きは清水、富士、終点沼津です。その他の駅には停車いたしませんのでご注意ください。
乗車ありがとうございます。この電車は全車指定席のホームライナー沼津行きです。次は終点沼津です。ご利用には乗車券の他に乗車整理券が必要です。終点沼津、終点沼津です。出口は右側6番線です。どうぞ、ご乗車ください。列車が左右に揺れます。ご注意ください。振り替えとお願いいたします。続き、東海道線ご利用のお客様。沼津に到着しました。この動画はこれで終わりとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録や高評価もお願いいたします。